これまで散々動画や生放送で韓国について取り上げてきましたが、僕実は韓国に行ったことはなかったんですよね。今日韓関係って本当に良くないじゃないですか。ジーソミアの危機はなんとか、ちょっと延長されたという形になりましたけれども、いつどうなるのか本当にわかりません。さらに韓国人は日本製品の不買運動を行い、韓国人が日本に来なくなりました。悪化し続ける日韓関係の中で、今の韓国はどうなのかというのを見てみたかったんですよね。ということで、2泊3日でソウルに行ってきました。今日の動画ではそのレポートっていうのを写真を交えながらやっていきたいと思います。今回航空会社はおなじみのアナで行ってきたんですけども、今関係が悪いからてっきり空いてるもんだと思ってたんですよ。ところがエコノミーもビジネスもほぼ満席というありさまです。日本人は普通に行ってるんですよね。で、僕エコノミークラスのチケットを取ったんですけど、オーバーブッキングだったのかビジネスクラスにアップグレードしてくれました。ラッキー。一方で韓国の航空会社は日本に行かなくなったので赤字に転落しています。日韓関係悪化をきっかけに巻き起こった日本への旅行ボイコット運動がブーメランになって韓国の航空業界に跳ね返っている。日本路線の需要が減少してコストが上昇し、稼ぎ時の夏場に失速。韓国メディアによれば7から9月期は航空8社のうち7社が赤字に転落した。頼みの綱の一つだった香港路線も反政府デモで急減。韓国の航空会社が運航休止で手放した日本路線は中国の航空会社が埋めており、業績の回復は望み薄の状況だ。身から出たサビっていうのはこういうことを言うんでしょうね。まさにセルフ経済制裁です。韓国の航空会社は路線を減らしていますので、需要分が日本の航空会社に流れてきているのかもしれない。日本人は相変わらず韓国行っていますからね。その需要を全て日本の航空会社で満たしているとしたら、あれ?いいんじゃないでしょうか。羽田空港から韓国の金浦空港までは2時間ちょっとです。だから沖縄行くより近いんですよね。そして到着し、入管を通過していきなり目に飛び込んできたのがこれですよ。ウリ銀行ですね。徐々に出てくるディオかなって一瞬思いましたけども、ウリって自分っていう意味でしょ。自分銀行っていうことでしょうか。それにしてもね、この小さいイが入ってるのがポイントです。そしてホテルに向かうためにウーバー呼んだんですよ。で、ウーバーなんですけど普通のタクシーが来ましたね。併用してやってるということなんでしょう。それで乗ったタクシーの運転手さんがもうね、日本語ペラペラ、全く問題なく日常会話ができる方で、昔日本に、仕事で行っていたそうなので、その時に学んだそうです。その雑談の中でムンジェイン大統領は人気ですかと聞いたらこう返ってきました。ムンジェイン人気ですか。人気はないんですよ。ないないんですよ。いろんなことで、アメリカと日本と親しみがあるべきですけど、そうですね、北朝鮮とか土地はそう、人気ないっていうね。もちろんこれは一意見でしかありませんけれども、普通に考えたら韓国って日本とかアメリカと一緒にやっていった方がいいわけですよ。でもムンジェイン大統領って真逆なんですよね。日本とアメリカを怒らせて北朝鮮と中国にすり寄っていく姿勢、これやっぱ国内からも反発出るでしょう。だって韓国って経済状況が良くないんですから。それで反日やって日本からの投資が減っちゃったら元も子もありませんよ。もしムンジェイン大統領がお好みのように北朝鮮とくっついたらどうなりますか。北朝鮮から何を得られるんですか。ないんですよ。韓国の手出しが増えるだけで韓国が豊かになるわけではありません。ムンジェイン大統領は全てに逆行しています。周りにいるのもアホばっかりですね。ムン・ジョンイン大統領統一外交安保特別補佐官は4日、国立外交院の外交安保研究所が開催した国際会議で、もし北朝鮮の非核化が行われていない状態で在韓米軍が撤退したら、中国が韓国に核の傘を提供し、その状態で北朝鮮との交渉をする案はどうだろうかと述べた。アホかな。同補佐官はこの会議で司会を務めている際、このような突発的な質問を中国側の参加者に投げかけた。大統領安保特別補佐官が在韓米軍の撤退を仮定して中国に韓国の安保を任せればどうかと尋ねたものだ。韓国はまた李朝時代以前のね、属国に戻りたいっていう願望でもあるんでしょうか。それやっても韓国民のためには全くならないでしょう。中国の核の傘に行って
まともな思考していたら発想すら出てこないことだと思いますよ。そんな感じで1日目は、夜に着いたのでホテルに到着してちょっとフラフラして終わりました。東大門付近のホテルに泊まったんですけど、この辺って結構、飲食店もあるし、買い物する場所もいっぱいあるんですよね。安い服売ってる店もいっぱいありましたね。昔水曜どうでしょうで大泉洋さんがバレンチノっていう韓国旅行で買ったそのジャケットを披露している場面があったんですけど、あんな感じで偽物商品がいっぱいあるんですよ。あ、これモンクレじゃん。え、これモンクレール、これ完全にダメなやつじゃないですか。モンクレール、本物を装って、かなり本物っぽい。本当ですね。値段がちょっと分かんない。こんなとこじゃブランド物売らねえだろっていう場所で売ってるから。しかもさ、その街中でそのブランド物の服着てる人がいると、これ本物かなって疑っちゃいますよね。韓国は何かと似せてくるわけですよ。この前紹介した日本のお菓子、これをパクって韓国で売っていたりとか、もうなんなら100円とかさ、500円も似せてきてますからね。これですよ、これ。日本の100円と500円は何枚入っているでしょうかというクイズができるレベルです。昔500ウォンを日本の自動販売機に入れてお釣りをせしめるっていう事件がありましたけれども、いや似せてくるってないよね。そして一夜明け、雨混じりの中、和田さんの韓国人の友人の方に案内してもらって、出かけてきました。まずは光化門ですね。この前にある広場でよくデモ活動をやってるんですよ。この日も日曜日の午前中、しかも雨混じりで気温10度もいかないような中で凄まじい人数が集まっていました。写真で見ていただくとこんな感じです。向こうまで全部人ですからね。数千から1万人ぐらいはいたんじゃないかなと思います。主催者発表10万人くらいですかね。映像も少しご覧いただきましょう。 The utmost glory which is to die a martyr. 여러분도저와함께한번순교해보실래요? You wanna join me in dying a martyr? 세다세다세다 You are a powerful Christian. 전세계기독교인들이여한국성도를보십시오. Your fellow Christians in the world, look at the Christians in Korea. 지금빛나의대표가아니라생명이대표인것인지요. You know, we have to remember that the body is not our representative organ, but it's our mind. 육체는생명을담는그릇이니까. Body is just a mere vessel containing our soul. 진정한나라고하는것은육체가아니라생각이라고봐야되는것입니다. So we have to understand that our true self is not our body, but our soul. どうやらキリスト教系の団体のようで、この話の節々にアメンって力強い口調で語られていました。さらに韓国語だけじゃなくて英語も一緒にやってるんですよね。一体誰に向けての英語なのか。巨大モニターに巨大スピーカー、さらに椅子も置いていますし、カッパも配ってたんですよ。これ相当なお金かかってますよ。韓国人のデモにかける熱意は本当にすごいと思います。で、あたりをこうチラチラ見回すと、韓国国旗とアメリカ国旗をこう両方持った人もいましたね。光化門の後はイムジン学というところに行ってきました。ソウル市内から車で1時間ちょっとかかる場所なんですけど、反問店のちょっと手前側にある場所です。特別な手続きなしに北朝鮮に一番近づける場所がこのイムジン学という場所で、観光地になっているんですよ。遊園地も併設されていて、さすがに寒すぎたので全部動いてませんでした。最初反問店に行こうかっていう話もあったんですけども、どうやら日曜日やってないみたいで、残念ながら、ここまでと。そしてここイムジン学にあれがいましたよ。こうなってる。あ、これちょ、おわ、イアンフゾウいるし、イアンフゾウ、しかも2体。こんなの初めて見ましたね。ダブルイアンフゾウ。写真の感じがドラクエの戦闘画面みたいな感じですけど、仲間呼んでそのうちキング、クイーンイアンフゾウとかになったら面白いんですけどね。そしてこの2体あるうちの1体は実現するのかどうか別にして、北朝鮮に移設させる見込みだと言います。北朝鮮との統一を考えるにしても、もっといい銅像なかったんでしょうか。これならまだモルゲッソの方がいいですよ。ちなみに夜、日本大使館前の慰安婦像も見てきました。水曜デモと称して毎週デモやってる場所ですね。雨が降ってますからカッパまで着せられて、ただ大使館前って厳重に警備されてるようで、警察車両が何台も止まっていました。
まあ、韓国はでも先進国ですからね、本当に何が起こるか分かりませんよ。韓国の食事、これどうだったのかといえば、今回行った店は全部良かったです。お昼に食べたこのサムゲタンなんてあっさり味で日本人にも好まれるでしょうね。夜は焼肉食べたんですけど、こっちはやっぱ豚ですよ。そして自分で焼くんじゃなくて店員さんが全部その焼きもやってくれますし、っていうかキムチ焼くんですね。そこに驚きました。っていうかキムチさ、どの店行っても出てくるじゃないですか。その辺がやっぱ韓国らしい。ただやっぱり日本人としては衛生感覚が気になってしまうんですよ。表面上はまあ綺麗なんですけど、便所ブラシでそのホテルのコップ洗ってたなんていうのも事件になりましたから、見えないところでああいうことやってるの考えると、飲食店も表面上綺麗でもどうかなって考えてしまいますよね。まあ、そんなこと考えたら韓国行けないかもしれないけど。ちなみに今回韓国では大して買い物もしてないんですけど、唯一買って持って帰ってきたのがこれですね。こちらノースフェイスのダウンジャケットなんですけど、なんとね23万しました。あ、23万ウォンね。まあ、つまり2万円ちょっと、まあ、2万3000円いかないぐらいなんじゃないかと思います。ここまでの話を聞いて、いや、どうせそれも偽物なんだろうと思ってる方もいると思いますが、これはね、ロッテプレミアムアウトレットっていうそのノースフェイスショップで買ったので、多分大丈夫でしょう。今回は2泊3日で滞在も短かったので、何か嫌な思いをしたとか、そういうのは特になかったですね。むしろ割といいんじゃないかなと思いましたね。ただやっぱ衛生観念もそうだし、その道とかにさ、ゴミが結構落ちてるんですよ。ゴミ捨てまくりとかさ、ガム吐きまくりとかさ、まあ、今ここに出てるのは極端な場所ですけれども、まあね、あと路中も多かったですね。しかし日本も昔、まあ、ゴミだったりとかその路中だったりとか結構あったと思うので、韓国も今後改善されていくのかもしれません。そんなところで以上、韓国レポートでした。ちなみにね、 K-POP とかで見るようなその美人イケメン一人も見なかったですね。どっかに隠れてるんでしょうか。韓国といえば整形も盛んな地域ですからね、こう街をこう見てると、あ、やってんなっていう人はいましたけども、やってまあやめときましょうか。貧困調査とかするともっとね、そういう美人の方がいるのかもしれないけども、怖いじゃないですか。やめときたいと思います。ということで、チャンネル登録をぜひお願いします。